ワークライフをハッピーに。どうも、ユニフォームネクストの野坂です。さあ、今日ですね、久しぶりに弊社役員の岩田さんに来てもらってます。はい、岩田です。お久しぶりです。おはようございます。今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、この4月のこの時期に、はい、役員の岩田さんが出てくれるってことは、はい、あの季節がやってきましたね。こっちもやってきましたね。はい、2023年度徒歩研修の日です。よっ徒歩研修というのはですね、はい、4月に入社されたばっかしの、新入社員の方が主役のイベントになるんですけど、決められたゴール地点まで会社から歩いて向かって、その道中で、同期と仲を深めてもらったりとか、困難に立ち向かう結束力を高めてもらって楽しんでもらうというユニフォームネクストの伝統行事になるんですけれども、昨年の模様はですね、あの動画を公開してますので、気になる方はチェックしてください。昨年のゴールは永平寺ということだったんですけれども、今年のゴールはどちらになりますか？今年のゴールはですね、はい、東尋坊に行きます。はい、また遠いところですね。はい、大体20キロぐらいですかね、東尋坊まで。そうですね、20キロ近くあると思います。まあ、ただですね、新入社員の皆さんも、入社されてまだ日が浅いですので、同期の方ともそんなに仲良くなってないかなとは思うんですよ。そうですね、でまだ会社に馴染めてない部分もあると思いますので、緊張してると思います。社歴の長い役員の岩田さんと僕がですね、はい、みんなを盛り上げていければいいなと思ってますので、新入社員の方々に楽しい思いを作ってもらおうと、はいはい、いうことで今日は僕たち頑張ろうと思います。はい、ということで、このお揃いのですね、見てください、オーバーオールというかサロペット着てきました。はいはい、大阪のつなぎ服メーカーさん、老舗のつなぎ服メーカーさんですね、朝日産業さんというところが新しく出されたサロペットということなんですけれども、すごくストレッチも効いてて、しかもコーデュラ素材が使われてる、そうですね、ちょっと動きやすそうですね。はい、すごく機能的なサロペットなので、はいはい、まあ、これを着て新入社員に楽しませていこうと思います。はい、行きましょう。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあスタート。日焼けしないようにみんなで楽しみながら頑張っていきます。みんなで励まし合って最後まで頑張ります。元気に行ってきます。誰よりも早く歩きます。運動とか大好きなんで頑張ります。しっかりみんなと協力して歩けるように頑張ります。皆さん、改めましておはようございます。はい、あのね、まあ、金曜日は非常に天気が悪すぎて、さすがにあの状況で生かしたらまずいだろうということで、まあ、日をちょっとずらして、まあ、今日本当ね、いい天気に恵まれたんで、お散歩義務でね、楽しんできてくれればいいかなと思うんですけども、まあ、みんなで声かけ合って楽しんで無事帰ってください。はい、じゃあ行ってらっしゃい。行きます。元気ないよ。大丈夫？元気ない。もうちょっと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 いいね。ありがとうありがとう。いい取れ高。ちょっと一言もらっていいですか？東尋坊着いた。まだまだ物足りないです。物足りない、はい、まだ歩ける。まだ行きます。すごいね。どう？知って帰りたいめちゃくちゃ元気やね。ありがとうございます。ありがとうございます。東尋坊着きましたけど、もう超大変でした。全然反対のこと言ってる。楽しかった。楽しかったです。ありがとうございます。
まあ、金曜日は非常に天気が悪すぎて、ちょっとこれ多分ひどくないですか天気。日をちょっとずらして、まあ、今日本当ねいい天気に恵まれたんで、もうべちょべちょです。お散歩気分でね楽しんできてくれればいいかなと思うんですけども、完全にですね火曜サスペンス劇場の船越英一郎です。そうですね、まあ、TSX、はい、レインジャケット、はいはい、オールレザージャケットは、はい、いやーよかったですね今日東北研修しなくて。いやそれはそうだったね、うん、